この番組聞いてる方々は僕のことを痩せたがってるただのデブやと思ってる気がします。いやまあ事実ですけど、まあ否定しきれんけれども、ね、それはね、うん、だけどもね、はい、まあ、普段はあの葬儀屋さんのマネージャーをしてるわけね。してたよね、うんうん、そうなんです。確かにね、うんうん、かなり敏腕でやってますよね、うん、いやそれはちょっとハードル上げすぎ、うん、まあ、で公演とかもやったりしてるもんね、うん、まあ、呼ばれてね、なんかベラベラ喋ってるもんね。いやいや、なんちょっとずつ悪意あんねん な, なんか偉そうに喋って、いやいや、ベラベラ喋ってるとか言わんねん。年相応な喋りじゃないから、うん、すごいなとは思ったね。ありがとうございます。そんな知識あんねん、すげえって。いやそれはね、20代でそこまで。いやもうそんなに、そんなに褒めんでいい。なんかこの後話しにくくなる、うん、あそう、あそう、うん、大丈夫です、ありがとうございます、うんうんうん、やっぱね、そのうちの会社にもね、うん、まあ、去年の秋ぐらいから、まあ、新しい子が入ったりしてたんですね、はいはい、儲かってますね。いや儲かってはないですけど、うん、そんなに、ね、まあ、そこそこぼちぼちでなってる状態なんですけども、うんうん、まあまあ4人入ったんですよね、はい、もうすごい、ね、そうで結構いろいろと大企業じゃ全然ない、一部上場全然してないですよ、上場零細企業でございますけども。いや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 、いやだけどなんかこう、うん、新入社員が入ってね、うん、もちろん大企業であればそんな大した人数じゃないですよ全然、うん、でもやっぱりうちは結構大変なんですよね、っていうのは、はい、教える側の人数も限られてるし、うんうん、まあ、その一律でこう教えるプログラムみたいなのそんなはっきりしてないからなかなか難しくて、うん、でやっぱりね、こう指導とか教えて一番大変だなと思うのは経験とか性格とか、まあ、置かれてる環境境遇とか育ってきた環境っていうものが違う一人一人に、うん、まあ、基本的にはやっぱり同じことを教えないといけないっていうことなんですよね。でやっぱりその中には吸収が早い人もいれば、うん、ゆっくりゆっくり成長していく人もいるわけですよね。なるほど。で結局新人教育とかね、まあ、そういう、うん、まあ、人を育てるっていうことで最も大事なのは、うん、どうすればこの人に分かってもらえるかって考えることじゃないかなと、うんうんうん、まあ、まあ仕事やからね、とにかく覚えろっていうこともできるけども、うんうん、まあ、そういう押し付けじゃなくて、まあ、その人自身に興味を持って信頼関係を築いていくこと、うんうん、で上から下っていう目線じゃなくて対等な目線に立って一緒に考えていくことっていうのが大事なのかなと思うんですよね、うんうん、なるほどね。だからね、立場はどうしても僕の方が上にはなるんやけども、まあね、もうね偉いからね、うん、マネージャーしね、まあまあ、まあ偉いんですけども、うん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 、まあ人間的な優劣っていうのはないんじゃないかなと。でバイブルにはね、なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか、うん、針っていうのはあの家とかにぶっとい木材ですよね、うん、はいはい、まあそういうところで荒探しをするんじゃなくてお互いを認め合って適材適所で働いていくっていうのが理想なんじゃないかなと思わされるんですよ ね、うん、ね、スポーツでもポジション違うと役割もスキルも違うからね。そうですよ。キーパーに必要なのは得点を決めるスキルじゃなくてゴールを守る、ね、スキルですからね、うん、まあ、そういうことが言いたかったんだよな。いや、よく言いたかったけど、うんうん、人の話めっちゃ綺麗にまとめてくるやん。本日最後にお届けする曲は神山美沙で You are special。